西沢は兵庫県神戸市出身のフリーアナウンサー。2020年11月の時点で日本における現役最高齢のスポーツアナウンサーとされている。神戸市中央区で出生したが、実家は1945年6月5日の神戸大空襲で消失。当時10歳だった自身は長野県内への学童疎開中だったため難を逃れた。 ものの、ジップと実施をなくしている。第二次世界大戦の終戦後に、神戸へ帰京。兵庫県立長田高等学校への在学中には、軟式野球部のキャプテンを務める傍ら、文化祭で、総合司会を務めた。卒業後に進学した関西学院大学では、学内の放送研究会に所属。学生タレントとして、ラジオで、多数の CM や番組に出演した。 大学時代の同期生に藤岡拓也などがいる。大学卒業後の1958年に大阪放送へアナウンサー第一期生として採用。入社直後から主にスポーツ中継を担当した。同年のプロ野球ナイトゲーム中継では実況アナウンサーの隣に両チームのファンを座らせた上でアナウンサーが解説者の役割を兼ねながら実況していたという。また、 1958年7月まで阪神甲子園球場の本類、川グラウンドレベルに存在した吉津張りの放送席で最後に実況を経験している。1961年に OBC から中部日本放送へ移籍。OBC 時代と同じくプロ野球中継などのスポーツ番組で活躍した。1964年の東京オリンピックで 民放ラジオ局アナウンサーの代表として、陸上競技とボート競技などのラジオ中継で実況を担当。陸上競技の中継では、10時間連続で実況を務めた。やがて、CBC を退社すると、フリーアナウンサーとして、地元の関西地方を中心に活動。1970年から2001年までは、サンテレビのプロ野球中継、サンテレビボックス席で、 32年間にわたって、阪神タイガースの公式戦を中心に500以上の試合の実況を担当した。また、テレビ和歌山が制作、放送する全国高等学校野球選手権和歌山大会、中継では、同局の開局1年目から2019年まで46年間にわたって実況を担当していた。アメリカンフットボールの中継。 関連番組にも武田健人のコンビを中心に実況担当として長らく活躍している。かつては3テレビでカレッジフットボールイン、USA や関西の大学カレッジフットボールの実況などを担当。1990年代からは CS 放送のガオラにおいてキャスターという肩書きで NFL 中継の実況を務めている。ちなみに NFL のチームでは アトランタファルコンズの大ファンであることを公言。スポーツアナウンサーとして中継で実況した種目は前日の種目にバレーボールなど35種目前後に達する。大学及びアナウンサーとしての後輩にあたるトクラ新吉の母方のおじ。80代に入った2014年以降もフリーランスのスポーツアナウンサーとして前日の NFL や 全国高等学校野球選手権和歌山大会、兵庫大会中継の実況を担当している。また、KGB 懇親サロンの会長、3放送アカデミーの講師、一般社団法人リコネクトテレビジョンの顧問を務める、傍ら、スポーツキャスターという肩書きで、講演活動も展開。今後の目標として、自身2度目の東京オリンピックのラジオ中継で、100メートル、 競争の予選を一レースだけでも実況することを挙げていた。ただし、日本国内向けのオリンピック中継では NHK 民放局の現役スポーツアナウンサーから若干なが実況要員としてジャパンコンソーシアムへ派遣される仕組みが確立しているため目標の実現までには至っていない。二千十四年二月には元サンテレビボックス席アナウンサーという肩書きで 講談社から、自身初の著書、阪神戦、実況32年、を刊行江本武則の阪神対談、現役引退のきっかけになったとされる、ベンチがアホやから野球がでけへんという発言を、本人から直接聞いていたことを明かしたほか、サンテレビボックス席の担当時代に交流があった、阪神オビーの解説者、主力選手のエピソードや、 実況アナウンサーとしての経験などを綴っている。この他にも全国高等学校野球選手権香川大会のテレビ中継で実況を担当していた時期がある。以下はいずれも3テレビが制作するスポーツ中継番組。以下はいずれもラジオ関西でパーソナリティを務めた番組。いずれも阪神甲子園球場で開催。実況を担当したプロ野球の試合自体は OBC。 CBC のアナウンサー時代を含めて、通算で1050試合以上に達する。ありがとうございます。